日日草です。皆さん、日日草って一年草か多年草かご存知ですか？また結果を報告したいと思います。皆さん、こんにちは。あれから1年と11ヶ月、これは折り鶴蘭ですが、日日草もあの後春からは咲き続けて、すでにこんなに伸びています。狭い部屋にはちょっと邪魔なので切り詰めていきたいと思います。そして折り鶴蘭なんですが、この伸びているのはランナーといって、小株なんですよね。そして小株で増えていくっていうような感じで飛び出しているんですが、隣にある小さいのがそのランナーからこの秋根付いた小株の方です。この折り鶴蘭は数日前にうちの中に入れたんですけども、この伸びをですね、切り取って、飾ってみたいと思います。こうして見ると伸びきっていることがよくわかると思います。小さな花の部分を切り取っています。白い小さい花がたくさん咲いています。切り取ってちょっと花瓶に挿してみたいと思います。あとはどんどん詰めていくだけです。折り鶴蘭というのは空気をきれいにする植物だと言われますから、伸ばした方がいいと思うんですけれども、何分狭い部屋なもんですから。今回はハサミも消毒しましたし、ご覧のようにちょこっとだけ研いで切れ味を増しています。だいぶさっぱりしてきました。このくらいでいいでしょうか。なお、折り鶴蘭は冬外で出しておいても黒くなるだけで、根は生きているそうです。そしていよいよ日々草の植え替えですが、根がすごく太くなってますので、後で出てきますのでご覧になっててください。約2年前ですが、植え替えた時に6年目と言ってましたから、すでにもう8年目ということですね。太くなるのも当たり前で、切るのも結構大変でした。詰めていきましたら、根は草じゃないですね。木ですね。まるで盆栽みたいな感じで太い根になっています。2年前とは大違いですね。随分成長しました。10枚ほど小さな枝と葉を残して完了です。日々草だけでこれだけのゴミが出てしまいました。1年11ヶ月経ってるんですけれども、前に比べると全然根が張っていません。まだ2年ぐらいはこのままでも大丈夫そうだったですね。鉢の大きさにもよりますが、3年か4年は大丈夫そうですね。この感じですと。すごく太くて丈夫そうな根です。ご覧になりますでしょうか。
あとは植えるだけです。下に網を引いて、その上に白い石を、下の石はシンビジウム用の少し大きめな白石です。花を育てる培養土がありましたので、それを入れまして、それからその間に肥料を入れておきました。これは油かすを発酵させたものだと思います。まあ自然な肥料ということですね。少し多めに入れておきました。液体肥料はいつもやってるんですけれども、以前に残っていた土がどうにか間に合いました、今回。そして上に飾りにシンビジウムの白い少し石を引いて終わりです。すいません、先ほどのオリズルランの話なんですが、オリズルランは冬は黒くなりますっていう話をしたんですが、寒いとこですとね、うちでも経験がありますけども、黒くなって枯れたようになってしまうんですね。それでも翌年はきちんと春になったら出てきましたから、それも初めの頃のことで、今はもう冬寒くなったら中へ入れるようにしています。早いもので今年もあと2週間を残すところとなりました。花の手入れも終わって、ここでまた一息というところで、新年も元気でやっていきたいと思っております。窓際にきれいに並ぶことができました。ご覧になっていかがですか。この日輪草の根っこですね、すごいですよね。2年後はどんな風になってますか、楽しみです。長い動画になってしまいましたが、最後までご覧いただきありがとうございました。それでは今日はここで失礼いたします。ありがとうございました。